おはようございます。今日もギターの練習していきたいと思います。ではでは、チューニング終わっております。では指の練習、薬指と小指の練習をしていきたいと思います。これがね、4フレットまで指伸ばすって大変なんですよ。アルペジオでございます。あれ、ちょっと待って、あれ、小指にするとさ、おかしいぞ。これが鳴らなくなっちゃった。え？ちょっと待って。これで薬指。今度小指にしてみる。あー、そっか。これが薬指。違いかな。やっぱり慣れた方がいいかな。やっぱりね、Dマイナーのね、3フレット小指だとなんか違っちゃってる。ちょっと無理かな、これは。はい、ではでは、シリさんの曲で会いたいのにでございます。これカポゼロなんですけど、 CD と合ってないって思うかもしれないけど、これ多分カポゼロでいいと思うんですよね、うん、カポ1にすると変だし、2にしてもなんか合わなかったからね。まあまあまあ、やってみましょう。カポゼロでやってみます。Thank you.
ってると思うんだけどね。どうなんでしょう。このカポ、カポゼロでやってみました。これをね、カポ一度やって、カポ一でちょっとだけね、触りだけやってみますね。だとちょっと違うんですよね。カポカポ、カポカポ。カポ一でやってみます。はいはい。これがカポ1、これ次がカポ2でやってみますね。やっぱりゼロでいいと思うんだけどね。ちょっと検証ね。カポ、カポ2ですね。私はカポ0が合ってると思うんだけどな、なんちゃってね、よくわかんないんだけど、わかる方いたら教えてください。ではでは、今日はね、なんかカポ、なんかね、カポ0なんだけど1か2かちょっとやってみて、ちょっと検証してみました。ではでは、今日はこの辺で失礼いたしたいと思います。ありがとうございました。